どうも皆さん、こんにちワームヤガン、通称ハエル18金リュウです。さあ今日はですね、スクーワークですね、救世系実況者による、スクー系実況動画やっていきたいと思います。スピードロイド、ちょごめんなさい、スピードロイドすげえなんかやってくださいっていうなんだろう、ご要望をたくさんいただいていたんですが、あまりにもなんか救う方法が分からなすぎてちょっと放置しておりました。まあ、なんとかギリギリ救えたかなと思うので、動画にしようかなと思います。ね、スピードロイドめちゃくちゃ強いんですよ。ちなみにスピードロイドってもともと OCG の方ではね、展開力もえぐくて、ひたすらにソリティア連打 してなんかシンクロチグるような、そういうデッキになってるんですけども、エースモンスターはね、なんか1回その動画でやったかな、なんだっけ、新パック予想みたいな動画でやったクリスタルウィングシンクロドラゴンとかクリアウィングシンクロドラゴンとかっていうモンスターがいるんですけども、デュエルリンクスにはですね、全く実装がされておりません。はい、リンクス民に舐められてるんですよまあっていうのは冗談で、まあ、強すぎてカード来てないっていうカードが多いんですね、スピードロイドは。だからまあちょっとね、やっぱ若干パワーが低いカードで、組むしかなくて、どうやって展開していくかっていうと、基本的には7シンクロがメインになりますかね。ハイパー、違う、スピードロイドダブルヨーヨーっていうやつが、まあ、ジャンクシンクロみたいな感じで、召喚に成功するとレベル3以下のスピードロイドを、特殊召喚できるよと。でちなみに、バンブホースっていうのはテルだから、スピードロイドを特殊召喚できるよっていうカードですね。だからこいつらでチューナーを、まあ、展開していって、この辺がチューナーなんですけども、この辺を展開していってシンクロ召喚を行っていくっていうデッキになりますね。でね、デンデ大鼓が結構強くて、墓地のこいつを除外すると、テルだか墓地から、自身のそのデンデン大鼓以外のチューナー、まあ、要は赤丸ダイスですね、このデッキは。赤丸ダイスを特殊召喚できるよっていう効果。そして赤丸ダイスが、召喚特殊召喚に成功すると、こいつ以外のスピードロイドのモンスターのレベルを1から6にできるよっていうことで、まあ、2から、7までのシンクロが、できるようになるよというデッキですね。で、スピードリバースっていうのがね、これすごい強くて、スピードロイドを蘇生できるんですよ、無条件で。これめっちゃ強いですよね。で、もちろんこいつを除外するとスピードロイドを、回収できるよっていうことも持ってるんで、まあこのカードも結構強いカード、展開カードとして。でね、これだけだとね、ただね、7シンクロするだけになっちゃうんですよね。7シンクロするだけになっちゃう。だから補助カードが必要で、でじゃあどうやってやっていくかっていうと、マシンガンズフォートレスがね、やっぱね、結構ね、相性良かった。機械族なんで、全部風属性機械族のテーマなんですよ。なんで、フォートレスで墓地に送りながらチューナーを、特殊召喚してバンブーホースで釣り上げてとかもできるし、単純にやっぱこいつ破壊されたら、セトル破壊されたら相手のモンスター破壊したりもできるし、あとサンダーブレイクね、こういうのでチューナーをこうバンバン捨てていったりとかいう動きもしますね。まあ、これは因果切断とか、まあ、環境に合うカードに変える枠かなって感じ。とりあえず、まあ、バックも除去できるようにサンダーブレイクにしたけど、まあ、因果切断とかサンダーブレイクとか、まあ、その辺の強いカードで、入れてもらえばいいです。で、7シンクロギミックが主なんですけども、こいつのレベル変更効果で、2から7まで出せるんで、6とかも出せるんで、ブルーナックとか、あと、7と1で出せる、8のハマとか、こいつはシングルモンスター3にしてると2回攻撃できるんで、バトルフェイズ中に。だからこれで結構とどめ刺しに行ったりとか、あと、必殺の、7、1、1とかで、グリオンガードとか、こういうのもしますね。電電大工でチューナー展開できたりするんで、だから7、1、1からの、グリオンガードとかも必殺技として持ってます。そんなところですかね。早速ね、ちょっとスピードロイドを救えてるかちょっとよくわかんないけど、まあ、ご覧いただければなと思います。ちなみに、シンクロモンスターにスピードロイドがいないのはマジで許して使ってる場合ではなかった。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方は石津石太郎選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー、ダブルヨーヨーの方か。まあ、しゃーないか、これは。スピードロイド、俺最近さ、メンバー限定でよく週末放送してるんですけど、スピードロイドデッキ結構操ってくれる人いてね、最近対戦したんですよ。クリスタルウィングシンクロドラゴン強すぎるわあいつやっぱダメだ、あいつやばいわ、あいつやばい。なんかクリスタルウィングシンクロドラゴン1匹出されて、なんか何もできずに2回くらい余裕でボコボコされたっていう話あったんで、あいつマジやばいっすね。そろそろリンクスにもなんか新しい
まあ、クリアウィングくらいだったら来てもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかどっかでも話した気がするけど、多分クリアウィングシンクロドラゴンあたりだったら来てもいいと思う。多分クリスタルウィングシンクロドラゴンはダメ絶対。さあ、相手ヒーローか。なるほど、相手にとって不足はね、相手にとって不足はね、相手からにとって不足はあるかもしれないけど3体 OK いいだろう。でバイオン、あ、まあ理想的展開っちゃ理想的展開か。ヒーローは融合もサーチできるし、ディアボリックも落ちてるし、ディバインも落ちてると、だ2ドローもできるかもしれないし、マスクも引けるかもしれないみたいなパターンね。なるほど、これは結構辛いかもしれないぞ。あ、もうそれは強いぞ。マシンナーズフォートレスで電電大光を送ってマシンナーズフォートレスを特殊召喚していく。そしてダブルヨーヨーを攻撃表示で召喚、ダブルヨーヨーの効果を発動、ダブルヨーヨーの効果によって墓地のスピードロイド電電大光を特殊召喚。そしてレベル4ダブルヨーヨーに、これはサイフレームの方がいいか。サイフレーム、サイフレームの方がいいね。で、スピードロイドにスピードロイドをチューニングしていく。シンクロ召喚サイフレームロードゼータ、カードを1枚セット。これ好きなとする必要ねえや。これどっから殴れるのが正解だ。一応バイオンはちょっとやっといて、まあこっちか、これか、ターン終了していく。まあ、どっちにしても、まあ、サイクレームでに、お互いに、デートに行くことはできる。お互いにデートに行くことはできて、マスクチェンジしてくるんだったら対象をサンダーブレイクっていうこともできるし、多分まあ、フォートレスで、ダメステで破壊することもできると思うので、ヒーローって戦闘破壊することくらいしか多分やることないんだよね。でディアボリックはいい、ディアボリックは全然いい、ディアボは全然いい、で融合もいい。これ何体融合かな、まあ、でもあれかな、あのトレンティーかな、トリニティ出してくるんだったらまあデートに行くけど、サイクレームでバトルフェーズにね。サイクレームロードゼータはね、あの一人だと寂しがり屋なんでね、あの二人じゃないといけないっていう、ちょっとね若干のそのなんかそのなんだろうな、なんていうのかな、メンヘラ、メンヘラなんですよ。サイクレームロードゼータさん結構メンヘラなんで、割と一人では何もやっぱり一緒に行けない、まあ、だからトイレも一緒に行こうぜみたいなパターンね。あ、ファリス、なるほど、ファリス、はあ、はあ、で1枚捨ててファリスか。あー、なるほど、あー、これで2ドロー入んのか。いや強いな、それ強いな、ディバインガイ、あー、それ強いね。あ、でも置くものはもうないんだ、インクリースはもうないってパターンね。はい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 、なるほど、クリスないで、これでマスクチェンジされたら嫌なんで、これで一回トリニティだけはちょっと逃がしといて、で一回デート行く、デート行った、メンヘラ流デート行った。でこれでマスクできるとしたら、あとはこのファリスにマスク打って出すとかしかできないと思うんだけど、多分マスクチェンジ、マスクチェンジ、これはマスクチェンジは別によくて、でこれで破壊されるんだったら、多分ね、これはいい、これはもうね、いい、これはもう何も、でこれ一回ちょっと砂分けチェックしよう、これなんかあるかな、なんかあるかな、なんかあるか、なんもなさそうだな、なんもなさそうだな。これはサンダーブレイクで破壊しちゃえばいいわ。じゃあマスクないんだったら破壊、よし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 、あ、中村です。あ、今あんまいらない、今あんまりいらないけど、なるほど、電電代行も今あんまりやない。まあここはスキル発動しなくに行くしかないか。深めのダイスを出しても意味ないな、シンクロ召喚するモンスターもいないしな、特に。シンクロ召喚するモンスターもいない、シンクロ召喚するモンスターもいない、だったらもう行くしかない、だったら行くしかない、だったら行くしかない。スキル発動、絆の力、スピードロイド、全然関係ねえ全然関係ねえ盤面で一応セットしとくか。でバトルフェイズ行くぜ。さあ、なん、どっちでもいいか、これどっちでもいい、これどっちでもよくて、でこれで殴られてインクレイスが発動されていく。 OK、 でこれでぶん殴って残りライフは1100。 OK、 よし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 、いいぞ、言ってると結構頑張ってるぞ。でマスクチェンジとか出てきたヒーローはサイフレームでデートに行けばいいんで、1回これはいけるぞ、これはいける。スピードロイド全然いないけど、クリアウィングシンクロドラゴンをください。関係ないですけど、スピードロイドモンスターの
スピードモンスターっていうか、あれかっこいいんですよね。シンクロ召喚工場、あのクリアウィング系の、ユートさんがあの使うシンクロモンスターって召喚工場めちゃくちゃかっこよくて、あのね、ちょっとブルーの、あのブルーのレベルのかっこよさがあるんですよね。ブルーのとかもアンチノミレベルのかっこよさあるんで、早く欲しいなと思っているんだが、フォーチュンダレーコーリン、オーケー、デートしようぜ俺とデートしようぜ、俺様とデートしようぜ、あ、オーケー、そっちな。で、1回再フレームロードでちょっとデートしようぜ、よし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 、シンクロを邪魔することもできるぜ。ダブルヨーヨー最強だぜ、ダブルヨーヨーも来ちまった、最強だ。一回逃げてからシンクロした方がいいね。これここと逃げましてからのダブルヨーヨーを召喚し、ダブルヨーヨー効果発動。さあレベル3スピードロイド電電大豪徳召喚、そしてレベル4スピードロイド、ハイパーヨーヨーにレベル3スピードロイド電電大豪をチューニング、全てを壊してデストロイ、お前のズボンはコーディロイ、俺の車はロールスロイス、シンクロ召喚デストロイサムライよし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 、これは最強だ。このモンスターはフォーチュンレディエヴァリーも一方的に攻守をゼロにして縛くことができる最強モンスター。さあどんどん、何のチェーンだこれは、怖いな。冷酷冷酷デストロイサムライ帰ってくる帰ってきちゃう、デストロイサムライ最強すぎた。煉獄全然効かねえ。スピードロイドマシンナーズフォートレスでダイレクトアタック、着地点全然スピードロイドじゃないけん。さあお相手の方10代いくぜ、10代生きったもののじゃハンドザコ、セットセットするか、ターンしろ、ハンドザコ、なんか生きった結果めちゃめちゃ弱いっていうことなんだよ結構これ。結局2枚コンボなんですよね。しかもなんかどれディノインフィニティの最強カード入ってんじゃん、あのどっちでもいいっていう、あの2枚とかじゃなくて、あの A っていう組み合わせと B っていう組み合わせがデッキの中に入っていて、どっちかじゃないといけないっていうパターンなんで、結構決まらないんですよね初手。やっぱりね、その一枚初動は正義だねっていう話はあるね。要はあの竹トン、防具と、スピードロイドね、スピードロイドの竹トン防具と、ベイゴマックスのあのコンボはやっぱりね、神だなっていう話はあるわ。きついもん、普通にシンクロできんもん、そんな簡単にこのデッキきついもん、シンプルに7シンクロするんだったらさ、ライトロードの方が安定するもん、なんなら言っちゃうけど俺きついんだもん2枚コンボ揃えるの、ソーラーエクスチェンジ OK、 大変なんだもん、めちゃめちゃデッキ回んな、やばいかこれ、ゴリゴリ回っていくぞこれ、デッキ残り今8枚結構やばいんじゃないか。カイトロイドが墓地に落ちていく、カイトロイドめんどくせえな、カイトロイドめちゃくちゃ強いんだけども、このさ、こういうデッキパワー低いデッキにさ、カイトロイドとかに耐えられたらさ、もうさ、デッキパワーで押し返されるの目に見えてるからさ、きつすぎるんだけども、7シンクロするってこれでいいもんな、こっちのギミックの方がよっぽど強えっていう話あんだよね。スピードロイドである必要性がない、あ、ちょっと言い過ぎた、やばい、この辺あのスピードロイドの悪口はこの辺にしますすいませんでした、とりあえず言いたいことはスピードロイドの、ベイゴベイ、コマとあの竹トンもください、それはいいでしょう。で、シンクロされるのめんどくさいので、まあ、ここらもサンダーブレイクするしかない、サンダーブレイク、俺は赤目のダイスを捨てててめえのチューナーモンスターを破壊してしまおう、よし OK、 ナンは逃れた、なんとかナンは殴られたはずだ、頼む頼む生きてくれ、頼む生きてくれ、頼むもうこれでお祈りしてる時点でもう結構やばいんだよな、救えてない可能性結構あるぞこのデッキ、やばいか。あ、ちなみにあのスピードロイドはでも専用蘇生魔法のあのスピードリバースっていう、ルミナソッケスピードリバースっていう、まあ、カードがあのあるんで結構それは強いんですけど、あーまあ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 、まあ、とりあえずダブルヨーヨー行くしかないか、ダブルヨーヨー行きましょう。でダブルヨーヨーを召喚し、ダブルヨーヨーの効果を発動、墓地のスピードロイドモンスター一体を特殊召喚、スピ
ピードロイド赤目のダイスを特殊召喚。そしてスピードロイド赤目のダイスの効果を発動。自身以外のスピードロイドモンスターのレベルを上げるんだけども、上げたり下げたりできるんだけれども、上げ下げできるんだけど、変えてると2体あるんで、これ結構何でもやばくて、シンプルにまあサイフレームロード行くしかないかな。これサイフレームロード行くしかないから、何作っても解決できないから、まあやっぱりメンヘラ出すしかないよね。まあメンヘラ出していきましょう。メンヘラ出してワンチャンにかけましょう。でルミナスは殴っていきましょう。でカイトロイド2体も知らん。カイトロイド2体の存在も知らねえわ。バトルいけ、メンヘラアタック。やっ、通れ、通ってくれ。もう俺エヴァリーとか出されたらもうマジもう無理だから。あ、通った。あとは何を飛んでる。残りデッキ4枚か。これワンチャンデッキ切れで勝てるぞ。デッキ切れまで粘ったら勝てる。あと4枚か。ミセラサウルス、オッケー。ミセラサウルスの効果で、これあれか、やばいやつ来るか。ディノインフィニティとかいうやばすぎるモンスター、ディノインフィニティ来るか。ディノインフィニティ、墓地の恐竜族を自身を巻き込んで除外することによって、除外した数と同じレベルの恐竜族モンスターをデッキから特殊召喚できるよっていうモンスターです。ディノインフィニティが1枚とハイパーハンマーヘッドと、ハイパーハンマーヘッドの方が、このモンスターとの戦闘で破壊されなかったらダメージステップ終了時のお家の手札に戻ると。なるほど、まあちょっと若干弱い、クソモグラみたいなところはあるね。ディノインフィニティを通常召喚、やばい、やばい。これ俺飛んだらさ、ハイパーハンマーヘッドしか対象に取れない、ハイパーハンマーヘッドにしか対象に取れない、でもそれやられると手柄戻っちゃう。やばいやばいやばい、あ、いやー、通常召喚強え。